今回はマスターズで優勝した松山英樹選手のキャディーの振る舞いが海外で絶賛されている話題と、こちらの話題に対する海外の反応についてお届けします。2021年4月11日、アメリカ・ジョージア州のオーガスタ・ナショナル GC でマスターズトーナメントの最終日が行われました。日本人の松山英樹選手が通算10アンダー、2位と1打差で優勝しました。4大メジャー大会を日本男子が制覇したのは、今回が初めてとなります。松山選手の優勝を、憧れのタイガー・ウッズ氏もツイートで祝福しており、日本に誇りをもたらした、とした上で、ゴルフ界全体に影響を与える、と最大限の賛辞を送っています。そして今回、松山選手の快挙とともに世界で称賛されているのが、松山選手を支えたキャディーの早藤翔太さんが取った行動です。最終18番のピンを返した後に、キャップを取り、コースに向かって一礼をした様子が、海外メディアに取り上げられ、非常に大きな反響を呼んでいます。米記者らは、非常に日本的な行動だと感じたようで、最高の瞬間、信じられないような国際的瞬間、などと称賛しています。関連記事には、早藤さん、常に謙虚な振る舞いを見せた松山選手、ひいては日本文化への称賛の声が殺到していました。また、キャディーの早藤さんのお辞儀を米デザイナーがイラスト化し、一例が絵になり、こちらも話題となっています。カップに刺された黄色いピンの横に立った早藤さんを描いたイラストで、上下白のウェア、背中には松山の文字が書かれています。右手にはかぶっていたグリーンのキャップを手に、両足を揃えて頭を下げた様子が書かれています。礼儀正しさが写真ではなくても伝わってくるとし、この絵に注目した海外ファンからは絶賛のコメントが寄せられています。それでは、こちらの話題に対する海外の反応についてご紹介します。なんて素晴らしい振る舞いなんだろうか。ルーク・ドナルド氏、イギリスのゴルファー、世界ランキング自己最高位は1位。信じがたいくらいに素晴らしい光景だ。ダン・オーロフスキー氏、元 NFL の選手。現在はスポーツ専門チャンネル ESPN のアナリスト。日本人は素晴らしいスポーツマンだから。プエルトリコが日本に勝利した WBC の会場にいたんだけど、選手もファンも品格を備えた人たちだったよ。自分が日本に行った時も、日本人は何度もお辞儀をしてくれた。日本の文化が大好きだ。人に対する深い敬意を感じるから。日本人は気高く礼儀を備えた国民だからね。年上や家族、伝統や習慣、対戦相手などを重んじるんだよ。秀樹松山が優勝して本当にハッピーだ。見事な敬意とヒューマニティだと思った。松山のチームが優勝して本当に嬉しい。今までいろいろなゴルフの試合を見てきたけど、これほど敬意を感じられた瞬間はめったになかった。名誉と敬意は日本文化に深く染み込んでるから。自分は幸運にも米軍の兵士として日本を何度か訪れてるけど、自衛隊員たちは世界トップクラスの兵士だったよ。コースとゴルフに対する敬意を感じたよ。世界が見習うべき日本の文化はいろいろあるけど、間違いなくこういう面もその一つだと思う。これが一流の国民の姿だ。日本人が持つ敬意は比類がないものだと私は思ってる。息子のラクロスのチームが日本人学校と対戦したとき、試合後に日本チームは観客席と息子のチームにお辞儀をしたの。一流の振る舞いってこういうことを言うんだって、その時にしみじみと思ったんだよね。正直言えば、松山を応援していたわけではなかった。だけど、ああ、彼を好きにならないなんて無理だ。彼とキャディーさんの一流の振る舞いを見てしまったからね。とにかく彼らには敬意しかない。対戦相手と戦場への敬意だね。キャディーさんが示したそれは本当に素晴らしいものだった。日本の人々は今回の勝利を誇りに思っているだろうが、同時に日本という国と文化を見事に体現したこのキャディーさんのことも誇りに思っているに違いない。以上が海外から寄せられたコメントとなります。
我々日本人にとってお辞儀は一般的な行為ですが、海外の方から見れば敬意にあふれた行動に見えるようです。これからも日本人として世界に誇れる行動をしていきたいですね。